さあ、さらば秋篠宮さんの嫌がらせがまた判明してしまったと、今回もプレジデントオンラインですね、ちらっと書かれてある文言なんですけども、なかなか興味深い内容でしたの。2009年のご一家の光景と思い出す光景があると。2009年に上皇ご夫妻と天皇ご夫妻、秋篠宮家黒田夫妻とって子供の国を訪問された時の光景であると。敏宮殿下はお風邪を召されたとのことでご欠席だったと。ご自身のお子様が病気で休まれているのにお子様不在で遊園地に出かけなくてはならないとはお気の毒だな、普通ならば子供のそばにいただろうにと皇族のお立場の不自由さをお気の毒に思ったと。こういったことも上皇ご夫妻であったりとか秋篠宮家の配慮が足らないんじゃないのかな。雅子様は悠仁君の面倒を熱心に見られて、本来ならば皇后陛下は敏宮殿下のご面倒を見たいところを、悠仁君の面倒を熱心に見られてたわけです。牛の餌やりを手伝われていた。ここで紀子さんとか文人親王は何をやってるのかなと思うんですよ。ところがまさに雅子様ご自身の餌やりが始まった瞬間に上皇ご夫妻がさっと立ち上がって場を離れられたんです。これは本当の意味での嫌がらせだなって感じましたね。またこういうことやるんですね。紀子さんもそれを見て即座に後を追って秋篠宮さんも続かれた。全員が皇后陛下が餌やりをされているにもかかわらずさっと離れてしまうですよ。すごい嫌がらせだなって感じました。こういったことは何回も行われてたんだろうなって思うんですね。皇后陛下を孤立させるような行動、無視であったり無関心を示しているように感じるんです。皇后陛下に対する配慮が欠けているんですね。これが意図的か意図的ではないにしろ、やはり配慮自体は欠けていると言わざるを得ないわけで、もし意図的なんであれば相手を孤立させる行動と思われてしまうんじゃないのかな。秋篠宮は上皇ご夫妻に誠心誠意接していたと、そういう記載があるわけです。秋篠宮家にも置いていかれる形になって、天皇ご夫妻は顔を困ったように見合わせて置いていかれましたねと言ったことを苦笑いされながらお話になったと。秋篠宮家は上皇ご夫妻に誠心誠意接していらっしゃったんだろうと。ただなんとなくその頑張りはもう少し天皇ご夫妻にご配慮されてもいいんではないかなと思わせるものがあったと。天皇ご夫妻への配慮があまりにも欠けている。天皇ご夫妻はその場に居合わせながら、秋篠宮家とか上皇ご夫妻が自分たちを置いて立ち去ったことを困惑した様子で受け止めるです。黒田夫妻は少し離れた後ろで天皇ご夫妻を待たれていたと。黒田ご夫妻は待たれてたっぽいんですけど、逆を言うんであれば秋篠宮とか上皇ご夫妻はスタコラさっさと歩いていったと。天皇ご夫妻は軽視されていることが明らかにわかるし、なおかつ長年にわたる緊張関係が存在していると思うんです。このような行為は自分たちの方が優位であると思っているように感じるんですね。意図的かどうかは明確ではないですけども、無意識であったとしても結果として天皇ご夫妻を無視する形になってしまっているので、嫌がらせのように見えても仕方ないですね。天皇家を軽視してきた、これが現れた瞬間だったように感じます。それにはコンプレックスなるものはあると思います。プレジェントオンラインですね。なぜ天皇家と秋篠宮家はギクシャクするようになったのかと、逃れられない天皇のスペアという苦悩と、そうなんだろうなと、慎重派の天皇と自由奔放な秋篠宮と、こうした天皇や弟宮たちとの間の微妙な齟齬は、歴代天皇家の伝統を受け継いだ家長としての自覚を持たされた天皇と、その進化と位置づけられてきた弟宮との意識の差から生まれ、かつ戦後の自由で大衆化された社会を肯定する時代の価値観により、増幅されたとも言えると。秋篠宮は進化でしかないですよね。お支えしなければならないポジションなんですけども、秋篠宮は認められなかったんですね。私も課長として敬ってほしい、そういう意識が丸見えです。ですからギクシャクしてたんだろうなと。秋篠宮は課長であられる天皇家を小馬鹿にするようなことを結構言ってたんですよね。人格否定発言も、大嬢祭での発言も、コンサートでもそうでしたし、いろんなアニメ屋様を貶めるような発言をしてきたんですね。それにはこのようなコンプレックスとか、私は進化じゃない、課長であると認めろ、同じように敬えと、そういうことが丸見えなんですね。そっからコンプレックスな対抗心が生まれてるでしょうし、紀子さんがうまいことくっついて、紀子さんが雅子様にコンプレックスを抱いてるんですね。
東宮になる兄宮と東宮にならない弟宮との教育の差は令和の天皇と秋篠宮の養育においても見られたと。そもそもが令和の天皇と秋篠宮はもともとの個性が違って、御養育係であった浜尾実は慎重派の兄君と自由奔放な弟君と見ていたと。その違いは両者の結婚のあり方に如実に示され、弟宮は、まあ、24歳の誕生日前に27歳になったばかりの川島紀子と婚約し、それも昭和天皇の喪服中であった。なんと、兄宮様より先に結婚されてしまったと。男女になる前に結婚できたら上出来みたいなことを言われてましたけども、それも兄宮様を小馬鹿にするような発言ですね。多数の小馬鹿にするような言葉は報道にはなっています。それもコンプレックスの裏返しなんですね。このような行動は、愚の骨頂です。よろしくないです。秋篠宮のこういう行動はね。兄宮は満33歳になる直前に満30歳で外務省職員であった小和田雅子と婚約したと。最初の出会いから6年が過ぎていたと。でも結局見つけたのは川島紀子さんで失敗でしょうね。上の方は自由に、下の方は窮屈にの真意と。こうした性格の違う兄弟ですが、秋篠宮誕生直後の記者会見で皇太子であった平成の天皇は、二人の子が通学するようになると、それぞれお供や護衛の違いが出てくるだろうと。そういうところも秋篠宮はなぜなぜと納得できなかったんです。俺の方が偉いんだぞ。俺の方を敬え。なぜ兄宮の方ばかりなんだと。そういうふうに思われてたんに違いないんです。二人の子が通学するようになると、私は可能な限り分け隔てしないでいきたいと。それまでは上の方、広宮は自由に、下の方、綾宮は窮屈人等の方針で育てたいと考えていますと、養育方針を語っていたと。しかしながら、綾宮を窮屈に育ててるようには残念ながら見えないです。本当ですか？通学するようになるまでは兄は自由に、弟は窮屈にと育て方を違えるというのであると。通学するようになるまではそうだったのかもしれませんけども、明らかに自由奔放に育てますよ。自由になられてますよね。兄は将来天皇として窮屈になるから、弟は自由になるからというと、実際その教育方針は誤ってたんだろうなと思います。あまりにも自由奔放すぎて、機能しないからね、もうちょっと制御してほしかったなと。実際成長するにつれて兄はストイック、弟はフレンドリーという印象の生き方になったと。分け隔てしないとはいえ、平成の天皇も将来の天皇となる令和の天皇と、天皇となる予定のない秋篠宮とでは接し方が全く同じにはならなかったと。そういうところも秋篠宮は認められなかったと思います。令和の天皇の代になって教育参与もなくなって、両親の教育と支援によって令和の天皇と秋篠宮の教育をなされてきたが、天皇としての自覚を促されてきた令和の天皇と弟宮としての一生を予定されていた秋篠宮とでは、省庁学への取り組み方の熱意が異なっていったと。秋篠宮の場合は帝王学を受けてなかったわけですよ。しかしながら弟宮としての教育は受けさせるべきだったんじゃないのかな。秋篠宮は無教育でほっぽり出した。上皇上皇后の責任もかなりあるんですね。なぜ弟宮家を支えるようなご教育が施せなかったんだろうなと。まあ、明らかに子育てが失敗していると言わざるを得ないですね。秋篠宮も教育を受けてないのはわかるんですけども、帝王学も受けてないんですけども、なぜ自らの意思で現天皇陛下をお支えすることができないのかと、ましてや嫁と一緒に対抗意識を燃やされて足を引っ張り倒している自由奔放に皇族としてふさわしくない振る舞いをしているんです。まあ、明らかに育ち方が失敗しているし、その育ち方が見事悠仁君に継承されていて、悠仁君の教育も失敗していると。悠仁君自身も、自らの力で立てていないですよ、全然。もう帝王学も身につかれてないし、悠仁君もちょっとは自分自身で行動するべきですけども、それもできてないですよ。すごく違和感を感じるですね。やはり秋篠宮は、現天皇陛下に対してコンプレックスを抱いているし、ジェラシーを感じているんだろうなと思うわけです。それを出されているのはよろしくないですね。上皇ご夫妻にべったりですね。そして上皇ご夫妻にべったりなのも、上皇ご夫妻はすごく可愛かったんでしょうね。ですから、こんな風に自分を慕ってくれる秋篠宮と紀子さんに対しては、優位なポジションを与えたいんだろうなと、女性宮家の整備とか、女帝論に冷や水を浴びせたりされてるんだろうなって感じるんですね。上皇、上皇后が生前退位を永続化しようとしたことも、令和の現天皇陛下を早く退位させて、秋篠宮皇統を継いでもらいたいんですね。その次は悠仁君になるんですけども、そうなったら最悪ですよね。日本の終わりですよ。国体が崩壊するんですね。
信頼性もなく、国民の敬愛もなく、尊敬もないような天皇陛下が実現するんだろうか、国民の総意に基づかない天皇陛下が実現するんだろうか、極めて疑問ですね。ここにもあります、新天皇夫妻と上皇夫妻の大きな違いと。足を引っ張ってるんですよ、上皇夫妻も。上皇夫妻も優秀な皇后陛下のことがお嫌いだったんだろうなって思いますし、無能な紀子さんの方が媚び売ってくれるし、上皇后も可愛いなって思ってたんでしょうね。正直に言いますと、私は現役記者当時から前天皇夫妻を好意的に見ることができませんでしたと。他人の口を介した報道で世の共感を得るのは何度となく繰り返されたやり方だと思っていますと。例えば2008年当時の宮内庁長官が定例記者会見で、皇太子一家の御所への訪問は増えておらず両陛下も心配されていると思うと、皇太子に苦言を呈したことを突如明らかにしたことがありましたと。長官を使って足を引っ張るような行為とか苦言を呈したりする行為は何回も行われてきたんですよね。こういうふうにいびってきたわけですよ、上皇后が。だから今回このように書かれたのもいびってるんじゃないのかな。皇后陛下はあからさまに無視して軽視してるって感じるんですね。嫌がらせですね。皇太子誕生日の記者会見の数日前ですと、本人の回答を求めているのは明らかでしたと。質問項目はすでに決まっていたので、苦言については志願して私が追加質問することになりましたと。皇太子は家族のプライベートなことながらなので立ち入って話すのは差し控えたいと話しましたと。当然だと思いますと。私は自分では言えないだろうから代わりに言ってやろうと思って質問の中にある言葉を忍ばせていましたと。皇族に使える立場の長官が自分の一存であの発言をしたとは私は到底思えませんと。この言葉は今も宮内庁のホームページに載っていますと。記者の質問も一言一句保存されるんですと。勇気ある発言をなされたんですけれども、長官が自分の一存で発言をしたとはどうでも思えませんと。まさにおっしゃる通りですね。こういうふうにいびってきてるんですよ、まあ、見てごらんね。だから今回もそういったことがバラされてしまったんですね。以上です。それでは皆様ご一緒に近い質お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ、さよなら。